今日も一日お疲れさん、どうもしこです。そうだろうです。よしゆきです。ジョンです。今日の企画は、男が考える極上のムラムラセリフ選手権。MV タイトルみたいな。やっぱムラムラさせたいなって思うことあるんじゃないかなって。どうだ、まだあるでしょ。あるでしょ、女性。その時にじゃあ対象誰ですかって、俺たち男じゃないですか。メンズね。じゃあもう俺たちが考えたムラムラゼリフなんて、これ極上よ。極上、それは間違いない。使っちゃいなよっていう企画でございます。はい、ということで、はい、あちらにね、はい、自分の分身女性がこれから現れますんで、はいはい、その女性がこうムラムラゼリフ言ってくるのを、はい、男3人が、はい、採点していきます。なるほどね。誰が一番点高いんだ、はい、自分が考えたセリフを女性に言ってもらうってことや、はい、あ、そういうこと、そういうこと、もうそれそれ、うん、そこだけ言って、はい、じゃあ楽しみですね。それではやっていきましょう。いつもありがとう。こんにちは。おー、思ってたのと違う。何よ。刺しました。刺しました。聞くのから聞いてるわよ。ああ、そうなんですね。今私が言って、これどれだけ響くのかをあんたらが採点するってことだよね。じゃあ、5ギャンマックスいくんで、こっちは。分かったよ。それでは、シクロが考えたムラムラゼリフ、お願いします。いくわよ。今日私、生理終わったよ。ちょっと若いから。だからシクロはそういうことだよね。そうやな。なんかまあ俺らの基準で考えるからな。一応これは、うん、あいつはこれめちゃくちゃギャンらしいわ。あー、そうなんですね。ちょっと出しますね、最低。せーの、3、1ギャン。あら、あら、こんなに。トータル5ギャンです。5ギャン、はい、結構高いね。安行きだけちょっと高め。はい、僕高いです。なんだ、あんた何です、そんなに刺さったの。いや、なんかこう、いいじゃないですか。いいと思ったんだけど、あれ、そんなのとジョンはなんかあんまり。ジョンとか絶対ギャンするって、お前。いや、違うんですよね、これ。いや、違うんや。何が違うの。俺なんか、生理って言葉とセクシーってが結びつかないんだよ。わかるよ。わかる。体育用語だから。あ、だから僕それで言うと、今日終わったよは5ですね。あー、そう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 、もうできるよとか。わかるわかる。言わない方がいいと思うね。わかる。だって風邪治ったよに近いよ、だからもう硬さが。オッケーね、勉強になります。オッケー、ベン健康したシリみたいに。オッケー、シリみたい。オッケー、ベン。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。前髪なんかすごいですね。いや、すごくないわよ。薄巻いてるな。すごい急いできたからさ。あー、ありがとうございます。ね、暴風雨ですか。最後に言ってました。梅雨だから。じゃあ、安行から聞いた胸キュンゼリフお願いします。私、〇〇が汗かいてるとこ好きだな。結構な変化球来たな。そういうこと。ムラムラですもんね。ご飯食べてる時とかに、うん、汗かいてるとこ好きやけどなって言われるってことや。あ、そう。あ、なるほど。いや、これ結構高等ギャンやな。こういうやっぱ日常に潜むエロがいいわって痩せてるってことは、直接的じゃないもんね。そういうことです。そうなんですね。いきます、せーの。ゼロギャン。ゼロギャン。1ギャン。ちょっと弱いっすよ。でぇー、でぇー。どっち。なんかあんま来なかったっすね。わからんな。ヤセキはなんて言ってたの、どこがいいとか。いや、ちょっとやっぱドキドキするよねって言って、うん、言って、そうなんすね。なんかよっぽどムラムラしてる時とかに言われたら、確かに勝手に連想するけど、それ書いたのかいなるって言ってたよ。なるほど。やっぱあいつエロい男やな。スケベよね。スケベやな。半端じゃないかな。そういうことね。ちょっともうちょっと分かりやすいの持ってきて。あ、そうだね。飲食お願いします。ありがとうございます。ごめんね。ありがとうございます。チャリーン。お疲れ様です。お疲れ様です。とっておきの聞いてきたよ。あ、本当ですか。うん、これ女の私が聞いてもすっごかった。あいつ結構得意さからな、こういうの。確かにね。あいつほんま箱さんのことばかりしたけど、基本中身箱さんやから。歩くエロ本だからな。だから箱買いなんでしょ。じゃあ、ギュンギュンセリフお願いします。なんか、あっつい。あ、なるほど。なるほどね。言い方だね。それでは、倉庫の得点は4ギャン4ギャン4ギャン。おお、高い。すごいね、やっぱり。あ、これいいっすね。どういうところがやっぱ刺さった。ホテルってちょっと脱ぎかけみたいな時で。あ、そっちなんや。想像しちゃったんだ。あとお店とかで。あんた、嘘。あんたは。いや、僕もあの触られてる時に
違う、お前、お前、違うよ。じゃあ、五感やん。そうだよ、五感やん。俺そっちだと思ってんけど。違うの。お前、バカすぎる。お前、攻めすぎる。なんで五感やねん、お前。広場？俺も、俺の家かな、部屋で言われて、けど直接的でもないし、誘ってほしいのかなの温度感ですね。いいじゃん、いいじゃん。いいですね。そうしちゃってんじゃん。いい、いい、いい。余韻がある感じかな。そうなんだよね。俺は勉強になるな。パチッついじゃない。ついかと怒ったよ、これ。言ってるけど、なんかただのロン毛です。ほんまやロン毛男。メタルミュージシャンや。そうやな。にお疲れさん。お疲れさまです。ジョンから聞いてきてください。聞いてきましょう、聞いてきましょう。お願いします。楽しみです。それではジョンからのムラムラフレーズお願いします。はい。私、出ちゃうから激しくしないでね。出ちゃうから。こいつ、お前好きやな。あー、なんかせこいな、それは。もう今手前のもう出しますよ、今後。いやー、もうこんなんちょっと抗えへんわ。もう、うわー。せーの、5ギャン4ギャン4ギャン最高得点ですね。13ギャンだ。最高。うん、僕もうちょいこうウラートの方がゾクゾクしたっすね。何がとは言わないとこがちょっと情緒かなと思ったんですけど。言ってるもんね。ですね。わかりました。なんか独り言っぽく私で出ちゃうんだよねぐらいが良かったかもしれない。聞こえる聞こえないけど声で迷惑かかるからとかね。ちょっとあと大変だから優しめでねとかね。ナイス日本人です。ナイス日本人。腹立つ。腹立つな。イギリスのバンドに言われたわ、ほんま。はい、ノーテックス。わかった。あかん。こんにちは。こんにちは。さっきも挨拶聞いたんで大丈夫ですよ。もう一周行っちゃうの。一周行っちゃいます。さっきちゃん確かに食堂のやつがあんまり良くなかったから、今回ちょっと極上のやつ持ってきたんで。あ、極上のやつです。では行くわよ。お願いします。お願いします。これ以上飲んだらダメかも。二人飲みしててね。やっぱ25前半で止まっとんな。あと誰が言うかが肝心っていうのはすごい伝わってくる。どの口がそんなことになった。お前、せーの、2ギャン1ギャン2ギャン。ダメなのこれ。ちょっとヤングなのとちょっと使い古されてるかなっていう。すっげえ王道だった。なんかこれがその20代前半やったら、えーマジでみたいな感じだったけど、こういうのを何回か見てきてしまうと来てんなっていう。仕留めに来てるというか、なんかテクに見えちゃうんですよね。ちょっと大学生ぐらいの時だったらこれ効果あったの。あらららららら。でもこれはほんまに変わると思う。若い男相手にするか、ちょっとお姉さんがたまにこれ見せるっていうとか。初撃は効くよね。人生で初めて聞いた。それは効くから。それはそう。前振り聞いてるとかね。いつも酒潰れてない子が、なんか今日いいデートしたなっていう夜にこれ言ってたら、もうめっちゃ変わるな。来るよ。来ます、来ます。勉強になります。見たことあんな。結構くぐってますもんね、やすこさんも。任しなさいよ。コメントに書かれてました、やすこはビッチだっつって。ちじゃないわ。そんなやつブロックしなさいよ、そっちで。わかりました、すいません、すいません。しておきます、しておきます。女の子にビッチは失礼。すいません、すいません。スイカ聞いてきたんで。はい、はい、お願いします。お願いします。はい。意外とあるって言われるけどな。ああ。言われるけどな。言われるけどなね。せーの、四ギャン五ギャン五ギャン。おお、最高得点です。14ギャン14ギャン。いや、これはもうね、これは強い。これうまいでしょ。いや、これで俺止まらなかったことないんだよね。もうこれ言われて止まれたことがない。止まれたことがない。そうだね。俺長いなと思ったよな。言われるけどな。
ていう、ね、さりげなく、はいはい、ちょっとこう伝えに来てんねんけど、はいはい、こうしては来てないっていう。あ、そうね、言われる武器を触ってみるとかはダメ。そうなのよ、それはそうだ、そうダメなのよ、それはちょっと発したないんで、さりげなくこう落としていく感じが、うん、そう、ハンカチ落としのことがこうそっといていく感じが、いいよね、あくまで判断はそちらよっていうところ、そうそうそう、かなりハイレベルです。いや、いいです、これ気づいたら走り出してる。気づいたらもう2軒目行ってるわね。行ってますね、れこれマジで行く、ほんまに痛いもんな絶対これ。いや、そうやね、さっき強かったですからね。ちょっとさっきがでも、あいつもちょっと王道行き過ぎたって言ってたから、もうちょっと深く刺さるやつが、なるほどね、取ってきました。お願いします。どっちがいじめられるか勝負する。あー、これはね、彼は大好きなんやな、こういうの。そうだよな、大好きなんだよね、宗太郎には多分。これは性癖だな。なんかあいつはこれもう全男子奮い立つって言ってたけどね。言ってたの、本当ですか。そう、あいつはそう言ってたけどね。それでは発表します、はい、せーの、にぎゃん、にぎゃん、いちぎゃん。あれおかしいな、まあ、なんかね、やっぱもうちょっと奥ゆかしい人がいいですね。やっぱ直接すぎ、そう、そっかそっか、そなんだ。なんかその勝負って言ってる時点で負ける可能性もあるわけじゃん、はいはいはい、どっちが結局取れんのって、うん、ド M の可能性もあるじゃん、はいはい、結局相手が、うん、こんなこと言ってきてそれがゾクゾクするって言ってたけどね。そこまで読めてなかったっすね。そうっすね、うん、これって言われたことあるんですかね、ちなみに宗太郎さん。いやー、憧れらしい。あー、これどのタイミングで言うてんすか、もうホテルなのか、飲んでる途中なのか。だからまあ直接的だけど、飲んでて2軒目とかで、結構僕も攻める時ありますけどね。でも私結構その可愛い顔見るの好きなんだよね。なるほどなるほど。会話してる時にどっちがいじめられるか勝負するって言われたいんじゃって。あー、クソエムやなあいつ。本人の前では言えないけど、クソエムやな、エムやな。ヘドが出るぐらい。めちゃめちゃエムやなあいつ。豚やなあいつ。豚。飲んでて、そのエロい話するのは最高っすよね。そうっす、そういう話するのは最高っすよね。それはそもろい、はみ出し具合あるよねって話だよね。あ、そうね、ありがとう、ありがとう。さっきのは行き過ぎっすわ。ちょっとさっきのは行き過ぎでしたね。もっと手前のやつが欲しかったです。もっと手前でしたね、はい、これあの彼女とベッドで寝転がってると思ってください。お互いスマホを触ってるとか、はい、上乗ってイチャついてやってるとか、ボソッとですよ、うん、ボソッとお願いします。はい、ボソッとですよ。丸々といると獣みたいになっちゃうな、かっこ困りです。それな、うん、なるほどな、はい、これでこの動画終わるんか。そうなんですよ。怖い、怖い、隠すなって、不安を前髪で隠すなって。出なかったんですよ。何も。まあでも、ちょっと分かるけどね。うん、そうやな、ほんま、そうね。じゃあ行きますか。行きましょう、はい、せーの、ゼロギャン。3ギャン、ゼロギャン。俺だけちょっと響いてる。リーダーだけやっぱ獣だから複雑すぎるとはいえ、まあ一応それ言われたら来るやろうなって。そうですね、困ってるだけですからこっちは。なんか俺これだから終わった後とかやったら、もう一回行こうかなとかなるかなと思って。なるほどね。か、俺それこそ最中これ。ああ、そうやんな、最中とかだともうゴーギャングへ行くかもしれないですけど。なるほど、ここから行くはあんまないですね。そう、そう、着火剤にはなんないですね。なるほどなるほど。どこで思ったんって。そうですね、笑ってまいそうです。確かに。なんで今急にそれ思ったんって。それはあるかもしれない。でもなんか始まるぞぐらいの全然前期してて、困ったやな、ほんのおでみたいな感じですよね。超嫌や、ちょっと違いますよ。そう一緒よ、ちょっと事情最も髪の毛伸びたジョンやんけ、もうジョンコですよ。何がジョンなんですよ。ジョンはそれは相当興奮したって言ってました。そう、そのまま獣にこっちもなっちゃったんですよ。言われたらエロいやろな。ウルバリンって言ってました。はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。気づいちゃった。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一応あれですか、やすこさんが持ってきてくれた。あ、そうです。やすこさんもお前が持ってきたやつ。俺が持ってきたね。ギャンギャン、やった。いや、あれよかったね。あれよかった、マジで。うん。
でもやっぱ俺女の子が言ったら結構来ると思ったで全部。いやそれは違う、そうやな、それやっぱそう、やっぱそれはあるけどな。だからもうやす子が言って14秒は確かに女子が言ったらやばいと思う、もう100秒くらい。確かに使ってください皆さん、ほんまにすごいと思うよこれ、どれ言われても。いやすごいと思う、自分が使えそうなものぜひね使ってみてください。はい、ということで今回はどうした、ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく、チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。